ミゲル・アンヘル・ガルシア・コルテスは、アメリカ合衆国のプロボクサー。カリフォルニア州ベンチュラ出身。通称マイキー・ガルシア。元 WBO 世界フェザー級王者。元 WBO 世界スーパーフェザー級王者。元 WBCIBF 世界ライト級統一王者。元 IBF 世界スーパーライト級王者。世界4階級制覇王者。元アマチュアボクサーで、 元トレーナーであったエドゥアルド・ガルシアはジップ、元 IBF 世界、スーパー・フェザー級王者で、トレーナーのロベルト・ガルシアは、実刑、また元トレーナーのダニエル・ガルシアも一番上の2位。2005年、ナショナル・ゴールデングローブに出場し、準決勝でディエゴ・マグダレノに敗退、3位に終わった。2006年、全米選手権に出場し、1回戦でテレンス・スクルフォードに敗退。 2006年7月14日、モンテベロのクワイエットキャノンでプロデビュー。2010年4月3日、コーパス・クリスティのアメリカンバンクセンターで、トマス・ビジャとスは全米フェザー級王座決定戦を行い、初回1分7秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2010年8月14日、テキサス州ラレドのラレドエナジーアリーナで、コーネリアス・ロックと、 IBF 世界フェザー級挑戦者決定戦を行い、11回1分9秒、TKO 勝ちを収めユリオルキスガンボアへの挑戦権を獲得した。2011年3月26日、ニュージャージー州のボードウォーク、ホールダンスホールにて、ユリオルキスガンボア対、ホルヘソリスの前座として、マットラミラードが持つナブフ、北米フェザー級王座並びに、 ナボ北米フェザー級王座に挑戦し、ラミラードが10回終了時危険したため王座獲得に成功した。その後も両王座の防衛成功が続き、2011年6月4日にはラファエル・グスマンと対戦し、4回1分55秒小勝ちを収めナブフ王座並びにナボ王座の初防衛に成功。2011年10月22日には、 ファンカルロス・マルチネスと対戦し、4回2分40秒 TKO 勝利を、オサメ・ナブフ王座の2度目の防衛に、成功。2012年3月10日には、バーナベ・コンセプションと対戦し、7回2分33秒 TKO 勝ちをオサメ・ナブフ王座の3度目の、防衛並びに、ナボ王座の2度目の防衛に成功した。2012年11月10日には、ネバダ州ウィン・ラスベガスで、 元 WBA 世界フェザー級王者のジョナサン・ビクター、バロスと対戦し、8回2分24秒、TKO 勝ちを収めた。2013年1月19日、ニューヨーク市のフールーシアターで、WBO 世界フェザー級王者のオルランド・サリドと対戦。1回に2度、3回に1度、4回に1度の、K4 度のダウンをさ、リドから奪い、8回に、偶然のバッティングで、 ガルシアが尾骨を骨折し、リングドクターの試合続行不可能との判断で、試合終了。3から0の負傷判定勝ちを収め、無敗のまま王座獲得に成功と同時に、リングマガジン世界フェザー級王者に認定された。2013年6月15日、テキサス州ダラスのアメリカンエアラインズセンターで、元 WBO 世界フェザー級王者のファンマヌエル・ロペスと対戦。 ガルシアは前日計量で日本道を体重超過し、再計量も拒否したため、計量失格となり、王座を剥奪された。挑戦者のロペスは前日計量をパスしているため、ガルシアが勝てば王座が空位になり、ロペスが勝てば王座帰り咲きとなる条件で試合が行われ、計量失格になったガルシアが4回1分43秒、TKO 勝ちを収めたため、王座は空位となった。 2013年11月9日、テキサス州コーパスクリスティのアメリカンバンクセンターにて WBO 世界スーパーフェザー級王者のローマン・マルチネスと対戦し2回にダウンを喫したが8回にマルチネスからボディショットでダウンを奪い返してそのままレフェリーがカウントアウトで試合終了8回0分56秒小勝ちで2回級制覇を達成した 2014年1月25日、マディソンスクエアガーデンシアターで、WBO 世界、スーパーフェザー級1位のファンカルロスブルゴスと対戦し、12回、3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2014年5月17日に、カリフォルニア州イングルートのグレートウェスタンフォーラムで、WBA 世界ライト級暫定王者のユリオルキス。 ガンボアと対戦する予定だったがガンボアが高額のファイトマネーを要求したため中止となった。2014年10月15日、普段の体重が161ポンドまで増え減量が苦しくなったことで、階級をスーパーライト級まで上げることを視野に入れ、WBO 世界スーパーフェザー級王座を返上した。2016年4月、契約の無効を主張し2014年4月から、 トップランクと競争中だったが、合意に達して、双方が和解の上で、契約解除となった。トップランクとの契約解除後、進行がある、フロイド・メイウェザー・ジュニアから契約の誘いを受けたが、アドバイザーのアルヘイモンと契約を交わし、ディベイラ・エンターテインメントとプロモート契約を結んだ。 2016年7月30日、約2年6ヶ月ぶりの試合を、バークレイズセンターにて、カール・フランプトン VS、レオ・サンタクルスの前座で、元 WBC 世界フェザー級王者のエリオロハスと対戦し、5回2分2秒 TKO 勝ちを収め、スーパーライト級転校初戦を白帽子で飾った。2017年1月28日、MGM グランドガーデンアリーナで、 カール・フランプトン VS レオ・サンタクルス第2戦の前座で、WBC 世界ライト級世紀王者のデアン、ズラチカニンと対戦し、3回2分21秒小勝ちを収め3回級制覇を達成した。この試合でガルシアは37万5千ドル、ズラチカニンは32万ドルのファイトマネーを稼いだ。2月6日、WBC2017 年2月度の月間 MVP に選出された。 2017年7月29日、ニューヨーク市のバークレイズセンターで、元世界4階級制覇王者のエドリアン・ブローナーとスーパーライト級12回戦を行い、12回3から例の判定勝ちを収めた。この試合で、ガルシアとブローナーそれぞれ100万ドルのファイトマネーを稼いだ。8月13日、WBC の2017年8月度の 月間 MVP に選出された。2018年1月18日、IBF 世界スーパーライト級王者のセルゲイリピネッツが練習中に右手の甲を負傷し晴れが生じたため、同年2月10日にテキサス州サンアントニオのアラモドームで予定されていた、試合は延期となった。2018年3月10日、テキサス州サンアントニオのフリーマンコロシアムで、 IBF 世界スーパーライト級王者のセルゲイリピネッツと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め4階級制覇を達成した。2018年3月23日、ガルシアは IBF 世界スーパーライト級王座と WBC 世界ライト級王座を同時に保持していたため、一旦は WBC 世界ライト級王座を返上して、 IBF 世界スーパーライト級王座を保持することを表明するが4月17日に WBC 世界ライト級王座は返上せず IBF 世界スーパーライト級王座を返上することを表明した2018年7月28日ステープルズセンターで IBF 世界ライト級王者のロバート・イースター・ジュニアと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め WBC 王座の初防衛に成功、IBF 王座も獲得し2団体統一王者となった。2018年10月30日、IBF 世界ライト級王座を返上した。2019年3月16日、テキサス州アーリントンの AT&T スタジアムで、IBF 世界ウェルター級王者のエロール・スペンス・ジュニアと対戦し、 プロ初黒星となる12回零から3の判定負けを喫ュ5階級制覇とはならなかった。2019年4月25日、WBC 世界ライト級王座を返上し、名誉王座に認定された。2019年12月15日、マッチルームスポーツ USA とプロモーション契約した。2020年2月29日、テキサス州フリスコにあるホードセンターにて、 WBC 世界ウェルター級ダイヤモンド王座決定戦でジェシー・バルガスと対戦し判定勝ちで王座獲得に成功した。ありがとうございます。